バンカー越えってほどでもないか。ここまでの6だ。マイクが入ってなかった。前で下り傾斜落ちちゃう。キャリーで行って受け傾斜に落ちた方がいいね。もうちょっとこんな感じか。ちょっと左狙いで、で抜ける球。うまくいった。止まるか。まあ奥行っちゃうか。奥行っちゃうね。まあしゃあね。これは下りスライス。下りスライス砂くっついてないね。今日のボールはね、ニューイングです。今時のニューイングだね。大昔のニューイングじゃなくて、ん？そっちのピッチマークでいいか。重さでヘッドの重さ感じて、重さインパクト。こんな速くない？こんな速くなかったか。微妙な距離。よしよしよし、これ大事よ。うん、逆光だな。逆光ショートホール161ヤード、いい奥ですね。さっきのティーショットの球打てりゃちょうどいいよ。飛ばない球、飛ばないようにいいと思うと飛んじゃうんだよな。切る。あら、あ、いいじゃん。あ、いいとこ乗ったわ。全然イメージと違う球だけど、上りそんな曲がりないかな。曲がりはそんなないね。上りここにポン。全然いかないね。なんかポコポコしちゃったな。なんかポコポコしちゃったな。当たりが良くなかったな。入ってなかったね、芯が。よいしょ。おいいじゃん。パーボギーパー。いいペースですよ。この間池入れたパターで池入れたホール、リベンジクラブ選択。ここは捕まえに行かないでスライスでいいよ。パター、そうするとトップしちゃうかな。上げに行った。あー右、あー、まあ問題なし。まだ226もある。多分150ぐらいしか飛んでないな。もう一回パターです。あそこ、力抜いて、そう。おー、これは飛んだね。これは飛んだね。ちょっとフェアウェイ行ってほしいけど、ラフラフだな。飛んだね、2打目。どうだい、このもっさり具合は。ちょっと左足下がり。
スーっていっちゃいそうだな。手前から行こうか。ほんと当て方の違いね。抜かないでドンと当ててくる。あと超結果オーライじゃんこれ。超結果オーライだ。なんだよこれ。結果オーライでもないな。オーバーして、まあ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 。さあ下りスライス、そんなに下りでもない。スライス横だね。スライスだね。ここ、こっち来たら受けて見えるわ。曲がりはまあまあ曲がりそうだね。そこに、そこの、そこにプン、そこに出玉のスピード大事。狙ったとこ行った。よし、よし、やったー。これ狙い通りのとこ打てたわ。よし、いいよ。パワーボニーパパイエー。さっきの2打目のバター玉を打ちたい。そこですね。脱力しといてブラーンとバックスイングして、よしよしよし、ちょっと右だったな。まあ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 、もうちょっとフェアウェイ行けな。もうちょっと行くんだけど。194ヤード、膝の吹き流し。あれちょっとディボットなの、大丈夫か。吹き流し、吹き流しに行ってちょっとこうしとくか。吹き流しよう。右バンカー、くそー、もうちょい左だったらね、たらればこれは、これは飛ばさなくていいバンカーだから。やっちゃったよ。どうも下手だね。使いこなせてないよこのクラブを。あら残念。カップフック傾斜、最初左行っちゃうよ、垂れちゃうよ。あーやばい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 。しっかり打てばまっすぐ、しっかり打てばじゃない、しっかり打つんだからな。トン、ちょっと緩かったけどよかった、入って。ちょっと緩かったけどよかったよかった。ロングホール、またできます。ちょっと右飛ぶんだよな。もうちょっとこうか、こうか、よし、プランよ。あーまた、ね、ちょっと上げに行った分膝入ったな。バンカー入んないでよ。おー、あー大丈夫だ。あー、どうだ、バンカー入っちゃったかな。よし、これはさっきのティーショット上げに行っちゃったけど、これは捕まえてこう。
右膝が前に出てきちゃダメよ、トラーンのバックスイングから。よし、まっすぐ。ちょっとダフったけど、あ、いやー、フェアウェイはいいよ。転がる転がる、もっと行け、もっと行け。あー、バンカー越えのアプローチだけど、まあもう大した距離残ってないだろ。さあ、バンカーとバンカーの間よ。よし、よし、もうちょっとこうだな、これで行こう。おお、上がった上がった、いいんじゃないこれ。お、あ、なんだあれ、クローバーで、あー、いいとこ乗ってんな。よし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 、よし、えらい上がったね。いいボディチャンスよ。チョイスラー、チョイスラー。あー、いや、まあまあ受けてんな。ってことは打っていくから、ちょっと閉じいで、フェースやや閉じで、ポンポンポンだね。やや閉じのポン。いや、打ってねえか、打ってねえか、よし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 、すごいじゃん。え、これでトータル1オーバーになったの ?365。フェアウェイコロコロ生かしたいな。あそこ、左バンカー、左バンカーに向かって。よっしゃー、これ飛んだな。飛んだけどまたラフ行っちゃう。もうちょっとこっち行け、あれもっとコロコロ行くのに。残り157ヤード、フォロー。これはもう右のバンカー絶対ダメね。これでスライスで行くか、またパターでゴロゴロで行くか。パターのゴロゴロだな、これは。あーんだよー、まっすぐそのまま行っちゃって、くっそー。うわあ、まあバンカーには入ってないけど、ありゃあ、もうちょいと浮いてスライス入ってちょうどいいかと思ったのに。さあ、これまたちょっと低く出してランデなんですよ、トップ車がな。あそこで受けてて、あそこにただポンと行けばいいな、エッジあたりに。ちょっとトン、よし、うまいうまいうまい、お前行け、止まっちゃうなよ、もうちょっと、あらー、くそ、あー、止まっちゃった。いやー、全然スラスラです。あ、でもそうでもねえな、そこのそこ、そこの、そこにね、そこに、そこのカップに。ちょっと、あ、ちょっと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 、うわあ、まあまあ。
ったきたかったけどしょうがないな。珍しいティーの位置です。いつも向こうで106、70なんだけど今日130ヤード、106、70まではないか、130ヤード。今日初の37度、130、130、フォロー130、飛ばそうとしない、トーンとトーンと、お、いいぞ、距離どうだ、方向はいいぞ、おバーディーチャンス、よし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 、さあバーディートライ、下り下りで下りでどうなんこれ、ちょっとフックすんのかな、下りのみか、でもちょっとフックだな、ちょっとあっちの方低いな、結構な傾斜なんだよな、目もそっち向いてるし、そこのそこの内側、そこの内側、うわあ、ようやく手前で切れちゃった、はあ、あとなんかこれ玉になんかくっついたんちっしょーちっしょー、まあよく書いちゃいけない、パーならパーならね、はい、ツオバ、ただいまツオバ、はい、ロングホール、今度こそ今度こそフェアウェイに落とすよ、またプランバックスイングから、プランクロンク、プランのバックスイングから、あんな右行っちゃう、またラフだよ、くっそー、うわー、これえらい開いたな、左出そうとするとああなるんだよな、ちょっとピンチよ、まさかのロストなので、マイオンから行きます、200ちょっと頑張っちゃおう、でも基本はプランよ、プランの左足ロック、あーやっちゃったよこれ、おう、あーらーやっぱり気分とろくなことね、やばい、あー30台ダメだなこれ、お、硬そうだな、80ヤード、けよ、ああ、ああ、飛んじゃった、いけるか、37度で、ああ、マイオンから4の5の6ダメ、39ダメ、ちょんとそこにまあまあ勢いある球でちょんと、すぐそこに勢いのある23度ぐらいで当てたいな、そこに、あ、全然違う、全然違う、もう40ダメ、40ダメ、ちょいすらすらしねえな、フェースゲア閉じコン、やや閉じのポン、よし、危ねえ、
ミンカップから危ねえ、40回くっそー、腹立つなこれ。